アルフレート・ベーゲナー、アルフレート・ロータル・ベーゲナー、アルフレット・ローター・ウェーゲナー、1880年11月1日から1930年11月2日もしくは11月3日は大陸移動説を提唱したドイツの気象学者、現在でいう地球物理学者である。1908年からマールブルク大学で教鞭をとり、1924年に、 オーストリアのグラーツ大学の教授に就任した。義父、妻の父親は、ケッペンの帰国分で有名なロシア出身のドイツ人、気象学者、ウラジミール・ペーター・ケッペン。日本では、英語読みで、アルフレッド・ウェゲナーとも表記される。ベーゲナーは、牧師のリヒャルとベーゲナーと、妻、アンナの間に生まれた5人の子の末っ子だった。5人のうち2人は、子供のうちに亡くなっていた。 本来は気象学を専門とし、気球を使った高層気象観測技術などの先駆者であった。科学者のアニクルトと共に気球に乗って、対空コンテストに参加し、当時の最長対空の世界最高記録である52.5時間を達成した。ベーゲラーが最初にグリーンランドに遠征したのは1906年であり、2年間かけてデンマークの探検隊と共に滞在した。 北東岸の地図作りの手伝いをした。1910年、世界地図、イギリスが中心に描かれているものを見て、南大西洋を挟んで、南アメリカ大陸の東海岸線と、アフリカ大陸の西海岸線がよく似ていることに気づいた。これが、大陸移動のアイデアの元ととなった。1912年に、フランクフェルトで開かれたドイツ地質学会で、 初めて大陸移動説を発表した。1915年にその主張、大陸と海洋の起源の中で、地質学、古生物学、古気候学などの資料をもとにして、中世代には大西洋は存在せず、現在は大西洋を挟む4大陸が分離して移動を開始、大西洋ができたとする大陸移動説を主張した。ベーゲナーの専門は気象学であり、地質学は 専門外である上、当時の地質学は今日では、古典的とされる化石の研究や同一地点の地層の重なり調べる創除学を主流の手法としており、彼の主張は全く認められなかった。1919年に岐阜欠片の公認として、ハンブルクの海洋観測書気象研究部門長となり、大陸と海洋の起源第2版を出した。 ケッペンも国旗工学者として協力し、1922年には第3版が出版された。1929年には大陸と海洋の起源の第4版最終版である第5版はベイゲナーの死去により未出版において南北アメリカ大陸だけでなく、今日存在するすべての大陸は一つの巨大大陸ネアであったが、約2億年前に分裂して、 別々に漂流し、現在の位置及び形状に至ったとする説を発表した。各大陸の岩石の連続性や氷河の痕跡、石炭層や古生物の分布などから、漂流前の北アリカとユーラシア大陸が一つのローラシア大陸であったこと、南アメリカとアフリカがゴンドワナ大陸であったことを説いた。しかし当時の地質学者たちは、化石に基づく研究から彼が主張する。 大陸道の根拠を立教説で説明し、大陸は沈むことはあっても動くことはない。現在では誤りと判明として批判した。特に大陸移動の原動力をうまく説明できなかったベーゲナーの説は、またも完全に否定された。第四番ではマントル大流に言及したが、大陸移動の原動力と彼自身は気づかなかったので、ある。気象学分野では、 大気熱力学で業績を上げたものの、彼はそれでは満足せず、大陸移動説の根拠を探すために5度のグリーンランド探査を行い、その途中、1930年におそらく過労による心臓発作により50歳で死去し、同行していたイヌイットのラスムスによって一旦埋葬された。ラスムスもその後遭難し、ベーゲナーの遺体は翌年の5月12日に発見された。 公表には偉大なる気象学者であったと記されているが、大陸移動説については何も触れられていない。ベーゲナーがグリーンランドの氷河に消えてから約30年後の1950年代から1960年代に大陸移動の原動力をマントル大流であるという仮説が唱えられ、さらに岩石に残された過去の地磁気の調査、古地磁気学によって、 大陸が移動したと考えなければ説明できない事実が判明したことから大陸移動説は息を吹き返した。その後、これを発展させる形で地殻変動を総合的に説明できる説としてプレートテクトニクス理論が提唱され、ベイゲナーの大陸移動は古くて最も新しい地質学として再評価され、現在では高く評価されている。日本での紹介は 戦前から行われていた。ただし、この時代には、異端の説という扱いであった。その時期にこの説を取り上げたものの一つに、手塚治虫の漫画、ジャングル大帝、1950年から1954年、がある。同作品のクライマックスは、大陸移動説の証拠となる石を発見するための、登山であった。その後、日本では1960年代になって、 主に地球物理学系の学者によって上記のマントル大流と共に紹介され、1970年代には小学生向けの科学読み物にも取り上げられるなど広く知られるようになった。特に1973年に小松左京が発表した小説日本沈没と同年公開のその映画版はこの説を普及させる上で大きな役割を果たした。 1980年から2001年には、三村図書出版の小学5年生の国語教科書で、大陸は動いている、竹内人氏大陸は動く、大竹正和として掲載された。ただし、地球物理学系の学者と地質学系の学者の間でこの説の需要に差があり、1980年代までの高等学校の地学の教科書では、出版社によって、 扱いに違いがあった。日本列島の形成史という地球規模ではミクロに属する領域までも大陸移動とプレート説による説明が日本で定着したのは不可解説が受容された1990年前後のことである。なお、1960年代から1970年代にかけての日本では主にアメリカ合衆国から大陸移動説や プレートテクトニクスの書物を取り寄せて紹介されたため、ベーゲナーの名は、ウェゲナーの英語風の読みで広く定着することとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。